小田急電鉄小田急箱根ホールディングス。箱根登山鉄道箱根登山鉄道株式会社は、神奈川県小田原市に本社を設け、神奈川県足柄下郡箱根町周辺を主な営業エリアとする小田急グループの鉄道会社である。当時の東海道本線の経路から外れる小田原と箱根を結ぶことを目的として1888年に、 設立された小田原馬車鉄道が前身で、その後電化により1896年には小田原電気鉄道となり、1928年に一旦日本電力に合併した後に箱根登山鉄道として独立した。2002年10月にはバス部門を箱根登山バスとして分社化、2003年8月に小田急電鉄の完全子会社となり、2004年10月には 純粋持ち株会社として、小田急箱根ホールディングスに、社名変更し、会社分割によって、鉄道部門の事業を継承する、箱根登山鉄道株式会社が新設された。鉄道路線として、鉄道線と工作線の2路線を有するほか、自社ビルなどの建物の管理運営や、ゴーラ、宮城野地区の旅館などへの温泉供給なども行う。 全国登山鉄道パーミル会加盟会社。グループ会社にはビジネスホテル業を営むホテル登山があるほか、箱根登山バスの路線バス車両の一部にはハートフルバス登山と表記されており、かつて存在した子会社の箱根登山工業が運営するスーパーマーケットは登山ストア2002年から2006年まで発売されていた乗車カードの名称は 登山カードと称していたなど、神奈川県西部地区では単に、登山とも通称される事例が見られる。なお、DIY 店を運営する、ビーバー登山もグループ会社であったが、2017年に、港南商事、株式会社へと、全株式が譲渡され、グループからは、外れている。本校では、鉄道事業を中心として、小田原馬車鉄道、小田原電気鉄道、 箱根登山鉄道について記述し、必要に応じて自動車部門についても記述する。1872年に日本で初めて鉄道路線が開通した後、当時の政府は東京と大阪を結ぶ幹線鉄道の建設を計画していた。当初は中線道に沿ったルートが選定されていたが、1884年から建設工事に入ると、 当時のトンネル切削などの土木技術が未熟なことから工事が大幅に遅れることになった。このため1886年には中山道ルートの建設を一時休止し東海道に沿ったルートの建設が決定された。小田原は江戸幕府の開封以来東海道における宿場町として栄えていた。東海道ルートの建設決定によって小田原の自治体では 少なくとも、小田原には、鉄道が来るという期待を持っていた。ところが、その後明らかになった、路線計画では、高津から五点場を回って、沼津へ抜けるルートとなり、小田原は経由しなかった。当初は、箱根山を越えて山東に至るルートも検討されて、いたが、当時の技術水準では、難工事となることが予想されたためである。幹線ルートから外れることによって近代化から、 取り残されると危惧した小田原の有力者は、当時の鉄道局に対して、実地測量を求める嘆願を行ったが、受け入れられなかった。小田原馬車鉄道の時刻表1900年頃の湯本駅と馬車鉄道の車両そこで、小田原の有力者は1887年11月20日に、東海道本線の高津駅を起点とし、小田原を経由して、箱根町湯本に至る。 馬車鉄道の布設を神奈川県に対して請願した。この請願については神奈川県当局は好意的で1888年2月には布設許可が得られた。ただし神奈川県当局が好意的だったのは足柄県の最高運動が起きないように恩を売るという意味もあったと推測されている。ともあれ同年2月21日に 小田原馬ばしゃ鉄道が設立され、小田原で薬商を営んでいた吉田吉江が初代社長として就任した。同年3月から不設工事が開始されたが、9月3日には全線の不設工事が竣工した。こうして、1888年10月1日より、日本では3番目となる馬車鉄道として、小田原馬ばしゃ鉄道の営業が開始された。これが後に、 軌動線となる路線の営業開始である。しかし、開業後には既存の乗り合い馬車や、人力車の事業者からの反対運動が起きた。軌道上に大きな石を置いたり、馬車に投石するなどの暴力的な行為が繰り返され、乗員、乗客や馬の安全を確保することが難しくなり、1ヶ月ほどの運行休止をせざるを得ない状態に陥った。ところが、 折しも、元内閣総理大臣の伊藤博文が西洋のため、小田原の別荘に滞在していた時で、この騒ぎを知った伊藤は、神奈川県知事に対して、運行事業者の保護と、暴力行為に対する取り締まりを強く求めた。これを受けて、1889年からは、神奈川県警の警部だった、田島正勝が、社長に就任、吉田は、取り締まり役に退いた。 他にも、元警察官を数人入社させることで沿線の警備を行うこととした。経営体制の刷新も行われ、ようやく馬車鉄道は平常運行が可能となった。馬車鉄道の運行によって当時客の増加が見られるなど、小田原馬車鉄道の開業が小田原や箱根の近代化に対する原動力となったことは確かと見られている。 しかし、馬のひずめによって、軌道の痛みが発生したり、馬が、伝染病に罹患したり、馬の飼料代が高騰するなどの要因もあり、経営的には、苦しい状態が続いた。電気鉄道について調査東京電灯のスプレー具式、電車折りも、1890年5月に、上野公園において、第3回内国官業博覧会が開催され、そこでは、 東京電灯がアメリカからスプレーグ式電車を輸入し実際に展示運転を行っていた。これは日本で初めての電車であった。前述の通り小田原馬車鉄道は苦しい経営を余儀なくされており何か大きな改革によってこの状況を打破することが必要と考えていた。そのような状況下でこの催しを知った社長の田島は馬車鉄道から 電気鉄道への転換が可能かどうかを模索するため、中役会で電車の視察について賛同を得た上で、この電車の視察に博覧会会場へ赴いた。東京電灯の技師長であった藤岡一助は、この視察を喜び、日本国外における電気鉄道の実情や運転方法について説明し、藤岡自身が設計した発電所まで案内した。 さらに藤岡は、箱根の地形は、水力発電に向いているとも付け加えた。博覧会で実際に電車を見た田島は、次の乗り物は、電車と確信し、早速同年10月の株主総会で、電気鉄道への変更を提案したが、時期尚早として、見送りとなってしまった。当時、小田原や箱根には、どこにも電灯は設置されていなかったのである。しかし、 資金調達の手段については討議され、増資の資金募集を行い、無理な場合は、会社の財産や経営権を売却することで、電化工事に充てようという方針が定められた。翌1891年には、当時停心時間であった、前島ひそかに意見を求めたが、前島の反応は、電気鉄道に転換すれば十分に利益が上がるだろう、と、好意的で、 ちょうど欧米の電化事情を視察して帰国したばかりだった低身症職員の五十嵐秀介を現地に派遣した。五十嵐は現地を視察の上、水力発電が得やすく、電気鉄道としてはテミオの高位置と報告した。1893年6月には東京電灯の藤岡に対して電気鉄道全般について指導を依頼、同年9月には 岩子疎水と毛上発電所の建設に携わった田辺喜太郎と竹永常太郎に対して実地測量を依頼した。この実地測量の結果、発電所からの電力によって電車の運行だけではなく電力供給事業まで行うことが可能であると判明した。この結果をもとに同年10月には電気鉄道への転換が 株主総会で決議され、同年10月12日に、神奈川県に対して、電気鉄道への変更を出願した。1894年8月には、神奈川県から、道路を会社側で拡幅した上で、新設した軌道時期を国に献上する願書を提出すれば、電気鉄道への変更は、軌道条例によって許可するとの内示が出た。しかし、 まだ資金調達の目途が立っていない現状であったため、この時点では会社側では様子を見るしかなかった。資金調達のため経営権を、上都1895年2月1日には、日本で初の営業用電車の運行を行う、電気鉄道として、京都電気鉄道が開業し、小田原馬車鉄道では、社長以下の重役が視察を行った。この視察により、 電気鉄道への転換への意欲はさらに高まったが、電化に必要となる資金の調達は未解決のままであった。そこで、東京馬車鉄道と協議の上、1300株ほど発行されていた小田原馬車鉄道の株式のうち1000株以上を東京馬車鉄道に譲渡し、その代わりに電化に必要な資金は東京馬車鉄道が負担するという約束がまとまった。 これによって、会社の経営権は、東京馬車鉄道へ譲渡された。これは、名を捨てて、身を取る行動、つまり、会社自体を売ってでも電化を実現しようとしたのである。建設中の湯本茶や発電所この頃、東京馬車鉄道においても、電気鉄道への変更を目論んでいた。しかし、狭い道路での電気鉄道の運行が危険と、考えられたことや、 1891年に仮の国会議事堂が漏電により消失していたことから電気は怖いという風潮が広まっていたこともあって認可されていなかった。そこへ小田原馬車鉄道からの経営現状との話があり東京馬車鉄道ではまず箱根で実績を積むことで認可を得ようと考えたのである。これによって社長には 東京馬車鉄道の取締役であった中野武中が就任し、東京馬車鉄道社長の牟田口元学と東京伝統の藤岡が取締役に就任したが、初代社長の吉田と二代目社長の田島も取締役として留任している。なお、日清戦争終結後の後継期により、1896年から馬車鉄道の利用者は、 増加に転じ、同年の利用者数は、前年比43%増となった。資金調達の目途も立ち、1896年7月には、電気鉄道の敷設許可も得られたことから、同年10月には社名を、小田原電気鉄道に変更した。この時に、資本金も70万円に増資されたが、出資者の顔ぶれの中には、東京電島社長の神戸巨一のほか。 関西鉄道社長の前島ひそか、日本優先社長の近藤連平、木曽川電力と天竜川電力社長の福沢、桃介、後に東武鉄道の社長となる根津海一郎の名前が見られるが、これらは当時有力な鉄道として評価されたものと見られている。まず電力を供給するための設備として1898年に湯本茶や発電所の建設が開始され、 続いて1899年2月からは、軌道の電化工事が開始された。橋梁の改修やかけ替え、軌道敷設工事なども進められ、1900年2月に発電所が竣工し、1900年3月には、すべての工事が完了した。こうして、馬車鉄道は1900年3月20日限りで廃止となり、 翌3月21日からは全線で電車の運転が開始された。これは日本では4番目の電気鉄道で、馬車鉄道からの電化は日本では初めての事例である。電化によって利用者数の大幅な増加が見られた。馬車鉄道末期の同年3月20日までの利用者数は前年同時期と比較して1万1500人減少しているのに対し、 電化後の2ヶ月だけで1万7千人もの利用者像となった。さらに、同年の6月からの半年間では4万人以上の利用者像を見ており、電化したことは大成功であったと言われている。また、不要になった馬や馬車、レールなどはすべて東京馬車鉄道が買い取ったが、特にレールは予想していた価格よりも高く売れたことも、会社経営上では有利に作用した。 なお、1901年には、東京馬車鉄道は、小田原電気鉄道の経営一切から身を引いているが、その後東京電車鉄道として開業する際には、乗務員の実習を小田原電気鉄道に依頼していた。もっとも、電化後の経営は、必ずしも順調ではなかった。1901年10月には、電車の乗務員たちが、労働条件改善を会社側に要求したが、 回答がなかったため、同年11月25日から2日間にわたる、ストライキを行った。これは、日本の電気鉄道では、初のストライキと言われている。また、1904年には、構ズというもとに、乗り合い馬車の事業者として、小軍馬車が参入し、資金力に物を言わせた、経営方針により、電車より低い運賃で集客を図ったのである。しかし、 時の流れにより、乗り合い馬車は衰退していったとされている。また、佐古川や早川が、毎年のように氾濫して、被害を与えていた。特に、1902年9月に発生した小田原大海庄では、線路が埋没したほか、1910年8月の早川の洪水では、風祭りと湯本の間の軌道が流出してしまった。こうした水下から逃れるには、 路線そのものを変える以外に方法はないという結論に達したことから、1911年6月には、風祭りと湯本の間の軌道変更計画が立案され、1913年8月に山川駅道外設された。外部からの震源により、着手電車の盛況を見た温泉村からは、 1900年5月23日付で路線を当村まで延長してほしいとの要請があった。この当時、すでに箱根遊覧鉄道から湯本と木賀を結ぶ鉄道路線の免許が存在したため、まず小田原電気鉄道では湯本と宮城野を結ぶ路線延長を出願した。同年9月8日付の横浜貿易新法において、 箱根遊覧鉄道は解散した上で小田原電気鉄道が創立費用を負担することにまとまったと報じられているがこの延長計画は同年9月17日の臨時株主総会で否決されてしまった1907年スイスにおける登山鉄道の実況を視察したものからスイスを反として 箱根に登山鉄道を建設すべきという手紙が小田原電気鉄道に対して送られてきたことがきっかけで再び登山電車の建設計画が具体化した。実業家の増田光や井上薫などが資本家階級の社交クラブ、高順社において日本の発展策の一案として海外からの観光客を誘致するために箱根山に登山鉄道を延長するという内容で 話し合い、この事業を小田原電気鉄道に勧告した。これを受けて、1910年1月の臨時株主総会において、湯本からゴーラへ路線を延長すること、そのために、資本金を220万円に増額することを決定した。同年4月には、路線延長を総理大臣、内務大臣に出願し、さらに翌月には、ゴーラから戦国元を経て、 東海道本線の佐野駅への延伸計画を追加した。この当時、小田原電気鉄道の他には、スン電気鉄道など4社が箱根に登山電車を走らせる計画を出願しており、競り願いとなっていた。しかし、小田原電気鉄道は、マスダや井上などの公園がある上、マスダの義兄帝の山形有友が、長州藩出身で、 当時神奈川県知事の須府公平も長州藩出身であった。しかも出願されていた路線はいずれも小田原電気鉄道の延長という形態であった。結局、1911年3月1日に小田原電気鉄道に登山鉄道建設の免許が交付されることになった。1912年には下ゴーラと上ゴーラを結ぶ工作鉄道の付設免許を申請し、 同年中に免許が降りている。また、1913年2月22日には、山王松原と松田を結ぶ鉄道の付設を申請しているが、許可には至っていない。計画変更、着工当初の免許では、スク川の岩を遡り、スクモ川集落から北上して、太平台へ抜け、宮の下を経由して、ゴーラに行くルートであった。しかし、 戦術のように水害に対応するために風祭りと湯本の間の軌道を変更することになったため、登山鉄道のルートも再検討することとなり、1911年5月には最急の勾配が125パーミルのアプト式鉄道とする計画に変更された。しかし、これは、 当時すでに最急勾配が66.7パーミルのアプト式鉄道として開通していた新越本線の横川駅と軽井沢駅の間よりも急な勾配であることから車内で不安の声が上がった上自然と景観を破壊する恐れがあるという理由により再度検討することになり1912年7月に主任技師長のハンダ・ミツグをヨーロッパに派遣した 約半年間にわたる視察を終えて、ハンダは帰国し、その視察の報告を受け、最急勾配80パーミルの粘着式鉄道として、登山鉄道を建設することになり、1913年3月に、計画、設計の変更を、鉄道員に提出した。この計画、設計の変更は、同年6月に認められているが、建設工事は、 ハンダの帰国を待たずに1912年11月に一部が開始されている。こうして、登山鉄道の建設は開始されたものの、建設費は計画当初と比較すると大幅に上回ることになり、資金調達に苦慮することになった。1910年にも資本金の増額が決議されていたが、その後1914年には、社債の発行を行うことで、 建設資金を確保、さらに1918年には、資本金を110万円増額、1922年には、さらに資本金を330万円増額することになり、建設が終わる頃には、小田原電気鉄道の資本金は660万円と、建設当初の3倍にもなっていた。これらの資金調達に応じたのは、東京の資本家が中心であったが、これは、 多数の財界人と交流を持っていた、マスダの存在が大きかったと見られている。さらに、第一次世界大戦の影響で、輸入予定だった、建設資材の未着や遅れが発生したことに加え、温泉脈に影響を与えないための路線変更もあり、工事は大幅に遅れた。工事そのものも、難工事で、最も難工を極めたのは、早川橋梁の仮設工事であったとされている。 車両についても、当初はスイスから輸入する予定であったが第一次、世界大戦の影響で実現せず、主要機器がアメリカ製の車両を購入することになった。発電所については、新たに3枚橋発電所を建設したが、こちらは1918年11月に完成し、代わりに湯本茶や発電所は廃止された。 すべての工事が終わったのは1919 19年5月24日で着工から7年以上が経過していた。ゴーラの開発と自動車事業と残電車の建設を進める一方、鉄道以外の事業にも着手した。小田原電気鉄道では1911年にゴーラの土地を取得、これを旅館や別荘地に適するように造成して販売を行った。続いて、 登山鉄道やケーブルカーの付設計画と並行するゴーラ地区の総合開発の一環として先に分譲した地区の中央部に公園を開設することになり1914年にゴーラ公園として開設したさらにゴーラに旅館一福を建設1921年から営業を開始した一方1913年3月1日からは 貸し自動車業の営業を開始した。これは、1912年に、箱根自動車が、貸し自動車業の営業を開始したことが、きっかけとなったもので、5台の自動車によって、事業を開始した。ところが、この貸し自動車業に関連するトラブルが、同年夏に発生したのを機に、藤屋ホテルの取締役の山口翔三も1914年から、 富士屋自動車を設立して貸し自動車業に参入してきた。しかし、当時の小田原電気鉄道は、登山鉄道の建設に注力していたため、この時点では、富士屋自動車との競合はあまり問題にならなかった。これらの貸し自動車業は、運行当初は、人力車夫やカゴカキから反発を買い、路上にガラス片を巻かれたり透析されたこともあった。そのような状況した。 富士屋自動車では1915年8月には、甲図駅と箱根地区を結ぶ、乗り合い自動車の、1917年6月には、小田原と熱海を結ぶ、乗り合い自動車の運行許可を得て、乗り合い自動車の運行準備を進めていた。苦しい経営1919 19年6月1日、小田原電気鉄道の延長線となる鉄道線の運行が開始された。しかし、 この日からは、富士や自動車の乗り合い自動車の運行も開始された。登山電車と乗り合い自動車が同時に開業したのでは、人力車夫やカゴカキも大きな抵抗はできず、やがて姿を消してゆくことになった。1921年7月25日からは、小田原電気鉄道でも小秋谷と箱根町を結ぶ乗り合い自動車の運行を開始し、 富士屋自動車に対する対抗策としたが、小田原電気鉄道と富士屋自動車の乗客争奪は激しいもので、1922年12月3日には、両社の社員同士による乱闘事件まで発生した。登山電車の開業後の1921年、すでに免許を得ていた下ゴーラから上ゴーラを結ぶ、工作線の建設に着手した。工作線は、機場、車両、 巻き上げ装置はすべて、スイス製のものを使用し、同年12月1日に開業した。これは日本においては1918年に開業した、生駒工作鉄道に続く2番目の、工作鉄道である。なお、1920年10月21日には後に、東海道本線の新線となる、熱海線がコーから小田原までの区間で開業する、ことに伴い、 機動線については、小田原駅前と小田原町役場前を結ぶ区間を建設し、熱海線の開業と同日から運行を開始した。これに伴い、コ津から小田原までの機動線については、同年12月6日に廃止された。しかし、当初の登山電車は山を登る時にだけ利用され、下りは歩いて湯元まで出る利用者も多かった。さらに、 建設費を賄うための借入金の返済は、経営上主にとなり、借入金の利子は、当時の小田原電気鉄道の支出の4割近くを占めており、毎年赤字を計上しているありさまであった。そのような状況下で、経営破綻を回避できたのは、1913年から、軽便鉄道補助法により支給されていた、補助金があったからであるとされている。 1920年には二の平から分岐して、元箱根に至る、電気鉄道の路線。ゴーラから、三戸屋と小尻、元箱根を経由して、箱根町に至る路線。三戸屋から御殿場に至る路線。小尻から足の湖の湖西を経由して、箱根町に至る路線。さらに1922年には、三島と箱根町を結ぶ路線の付設を出願しているが、いずれも実現に至っていない。 連続する災難苦しい経営が続いている小田原電気鉄道に追い打ちをかけるように災難が連続した。1923年2月1日深夜には小田原市内の本社社屋が全焼する事態が発生、電気鉄道になってからの資料などが消失してしまった。その後は仮社屋で業務を行っていたが、同年9月1日には関東大震災が発生し、 建造物は、ほとんどが倒壊し、軌道も、歪曲や埋没などで破壊されるなど、軌道線鉄道線電力事業ともに、甚大な被害をこむり、再起不能なりとまで報道される惨状であった。この地震での被害総額は、当時の金額で、約150万円にも上った。翌年から、復旧工事が開始され、1924年7月9日には、 機動線が全線で運行を再開、同年12月24日には、登山電車も運行を再開、ケーブルカーも、翌1925年3月に復旧した。なお、この復旧を機に、機動線の期間を 1372mm から 1435mm に変更しているが、これは消失した、路面電車の代わりに登山電車を、 軌動線に走らせるという意図もあった。さらに、震災の被害から復帰した後の1926年1月16日には、小脇谷を発車した電車が、速度制御を失い脱線転覆するという事故が、発生した。短期間に3度もの災難が襲った格好となり、これら一連の事件や、事故の被害総額は、当時の金額にして300万円にも上るものとなり、 創立以来最大の経営危機に陥った。合併の後再分利用利子も1919 19年に設立され、関西地方を基盤とした電力会社である日本電力は関東への進出の機会を伺っていたが、小田原電気鉄道が資金調達に不信していたことに着目した。日本電力副社長の池尾義造と、 同じ滋賀県出身である、堤康宮須次郎の仲介により、数度にわたる交渉の末、1928年1月20日付で、小田原電気鉄道は、日本電力に九州合併され、日本電力小田原営業所となった。各事業はそのまま継承された。合併後、日本電力によって送電線や事務所の建物など、目につく場所には、 日本電力の広告看板が掲出されたという。しかし、日本電力が小田原電気鉄道を九州合併したのは電力設備が目当てであった。これを裏付けるように儲かる方の伝統事業を親会社が抱き込んで儲からない電車部を切り離しという当時の関係者の発言が残っている。事実、合併後わずか2ヶ月後の同年3月29日には、 新会社設立の発起人会議が行われている。同年8月13日に日本電力が全額出資し、電力事業以外のすべての事業を継承した箱根登山鉄道として分離され、社長には池尾義蔵が就任した。小田原からゴーラまで直通運転軌動線の小田原駅。左側が国鉄小田原駅で駅前に バス乗り場が設けられていた新会社として再出発した箱根登山鉄道が最初に打ち出したのは小田原からゴーラまで登山電車を直通運転することであったこの構想は関東大震災の直後にはすでに打ち出されていたがその当時の小田原電気鉄道の経営状態では実現不可能であったその一方不況下であるにもかかわらず1928年 五郎からは、各地から箱根への観光客を輸送する、貸切バスが増加していた。これは、登山電車やの収入減少につながるものであった。さらに、地元小田原では、富士や自動車との乗客争奪が続いていた。機動線の小田原駅は、国鉄の小田原駅前に一致していたが、駅前には、富士や自動車の乗り場も設けられていた。そのため、富士屋自動車は、乗り換えなしで、 箱根へと一方の箱根登山鉄道は電車の方が静かで安いと観光客を自社へ誘導するべく客引きを行っていた。時には社員同士が殴り合いを始めるありさまだった。こうした状況の解決策や将来の発展を考慮して登山電車の直通運転計画が取り組まれるようになった。折しも1927年4月1日からは 新宿を起点とする小田原急行鉄道が小田原まで開通していた。これを受けて、箱根登山鉄道では小田原駅構内への乗り入れを申請。1930年には小田原駅での連絡について小田急と協定を結んだ。工事については、まず1931年11月から風祭りと、 箱根湯本を結ぶ区間の改修工事を行い、小田原駅への乗り入れが認められた1934年からは、小田原と風祭りを結ぶ区間の工事にも着手した。また、これと並行して直通運転の開始後に予想される乗客像に対応すべく2両編成での運転についても検討が進められることになった。1935年9月21日に、 すべての工事が完了、二両編成での運行を行うための連結機についても開発が終了した。それを受けて、同年10月1日より小田原とゴーラの間における、登山電車の直通運転が開始された。これに伴い、機動線の箱根板橋と箱根湯本の間は、前日の9月30日限りで営業を終了した。なお、これより、 少し遡る1932年には、京阪電気鉄道の社長であった、大田光博士の仲介により、両社のバス事業を統合することになっており、1933年1月に、箱根登山鉄道のバス事業すべてが、富士屋自動車に譲渡され、富士屋自動車は社名を、富士箱根自動車に変更した。これによって、小田原での箱根登山鉄道と、 富士や自動車との乗客争奪は終結している。また、1938年には、日本電力の子会社であった箱根観光によって、ゴーラホテルが完成し、同年7月21日から営業を開始した。戦時体制下1937年に、日課事変が勃発してから戦時色が強くなるに、従い、箱根登山鉄道も変革を余儀なくされることになった。 電力国家管理法の成立によって電力は国が管理することになり、日本電力はその機関事業を失うことになった。そこで日本電力は箱根登山鉄道と富士箱根自動車を他社へ譲渡する意向を示した。これに反応したのが後藤慶太で、やはり日本電力の子会社であった箱根観光と共に後藤によって買収されることになり、 1942年5月30日付で、後藤が社長に就任した。さらに、1942年に強制統合の通帳が出た後には、富士箱根自動車と足柄自動車との三社統合が推進され、1944年7月31日付で、富士箱根自動車と足柄自動車は、箱根登山鉄道に合併となった。ケーブルカーは、 不要不急線と扱われたため1944年2月10日限りで運行を休止し、軌道線についても空襲の被害を受けた川崎市電に車両を回すため、1945年1月10日付で運行を休止した。バス事業においても観光路線は次々と運休になった。小田急の乗り入れと軌道線の廃止1945年の終戦後、 まず軌道線が同年9月12日に運行を再開したが、軌道線用の車両が3両しか残っておらず、この時点では平常通りの運行には至らなかった。1946年には本社を小田原市緑町に移転した。一方、戦時統合により巨大な鉄道事業者となっていた東急からは1948年6月1日に小田急電鉄。 京浜急行電鉄、京王帝都電鉄が分離したが、元来、小田急電鉄が運行していた、井の頭線は、京王の所属となり、もともと東急の傘下にあった神奈川中央、乗り合い自動車と箱根登山鉄道が、小田急の傘下に入ることになった。1948年9月には、アイオン台風により、鉄道線は、大きな被害を受け、 復旧は1949年7月6日にずれ込んだ。その後、鉄道線の箱根湯本駅まで小田急の電車を乗り入れさせることになり、1950年8月1日から小田急の電車が箱根湯本駅まで直通運転するようになった。しかし、この結果、鉄道線は小田原駅から箱根湯本駅までの河川電圧が直流 1500V となり、 それまで直接鉄道線から直流600ボルトの給電を受けていた軌道線は昇圧ができずやむを得ず箱根湯元から送電線を設けることになったがこれは施設維持の負担や経費面から問題となったさらに国道1号の交通量が増加したことに伴い神奈川県は国道1号の改修工事を行うことを決定小田原市を通じて 箱根登山鉄道に機動線の廃止を打診した。箱根登山鉄道側は廃止に消極的であったが、最終的に神奈川県が9000万円、小田原市が300万円の保証金を箱根登山鉄道に支払うことで合意。1956年5月31日限りで機動線は廃止された。箱根山戦争と事業拡大これより、 少し遡る1947年9月、箱根で路線バスと専用自動車道を運営していたスンズ鉄道では小田原と小脇谷を結ぶ区間に路線バスの運行免許申請を行った。参加にあった大大山鉄道との一貫輸送を図ったものであったが、当時まだ東急の参加だった箱根登山鉄道は自社防衛の検知から反対の立場を取った。しかし、 当時の箱根登山鉄道は、ケーブルカーの運行再開に全力を挙げており、直ちに自社バスの増強を図ることは難しかった上、地元からも、独占は良くないという声も上がっていたこともあり、1949年12月には、スンズ鉄道の路線バス運行については、条件付けで認可された。これに対応して、小田急の参加に入った、直後の箱根登山鉄道では、 早雲山から大涌谷を経由して小尻に至る路線バス運行の免許申請を行ったが、これは逆に、寸ン鉄道から反対を受けた。最終的には、1950年3月に、両社の協定により、寸ン鉄道は途中停留所と運行回数の制限を、登山バスは1年ごとの有料道路利用契約の更新をそれぞれ条件とした上で、小田原へは、 寸津鉄道バスが乗り入れ、代わりに登山バスが初めて足の湖北岸へ乗り入れることになった。箱根登山鉄道はこれに続いて、1950年3月に足の湖への古城交通に着手するために、箱根町や戦国原で西部グループに敵対の立場を取っていた有力者と共同で船舶会社を設立した。当初の箱根観光船は、 小型遊覧船のみを保有する小規模な事業者であったが、1954年には、足の湖一周航路の免許を取得、さらに1956年には、大型の遊覧船を就航させた。スンズ鉄道側ではこれに対して、1956年3月に、有料道路通行契約が満了するとともに、契約を破棄すると通告し、 契約満了後の同年7月以降には、有料道路に遮断機を設けて登山バスの通行を阻止した。これは、箱根観光船の大型船導入に対する報復で、後に、箱根山戦争として広く知られ、獅子文6の小説、箱根山の題材にもなった西部グループと小田急グループの対立の始まりでもあった。その後、互いに訴訟を起こして争う一方で、 小田急側では1959年に箱根ロープウェイを開通させたことにより小田急グループのみで足の湖北岸へ到達できるようになった。また、1961年に有料道路を神奈川県が買い上げた上で一般道路として開放したことで構想は事実上終結した。数多くあった訴訟案件の決着がついた1968年には 西部と小田急のトップが友好的な協定に調印したことから以後両者は共存していくことになる。これらの紛争の前後にも事業展開は進められた。自動車事業においては1950年には貸切バス事業を再開、同年には東京から箱根や熱海へ直通する路線バスの運行を開始したほか、1952年には 山中湖への路線が開設され、1958年には定期観光バスの運行を開始している。また、関連事業においては1957年からゴーラ公園の再整備に着手し、1958年にはゴーラ地区での温泉造成工事も開始、1959年9月には箱根登山デパートが完成し、営業を開始した。 戦後中断されていた宅地分譲も1964年から再開され、同年12月にはゴーラ国際スケートリンクを開業した。モータリゼーションの影響1970年代に入ると、東名高速道路や小田原厚木道路の開通など、道路網の整備が進められることになった。これは、箱根を訪れる観光客の増加を促進したが、その一方で、 モータリゼーションの進展に伴い、路線バスの走行環境は悪化した。観光客を乗せた、マイカーが特定の道路に集中することによる渋滞で、登山バスの定時性が損なわれ、バス利用者の減少を招いた。しかし、この渋滞によって、マイカーも身動きが取れない状況となり、それに伴って、時間の正確な登山電車は見直されることにも、つながった。 輸送力増強のため、1980年には、小田急乗り入れ車両の大型化が計画され、1982年7月から、小田急の大型車両が、箱根湯本まで乗り入れるようになった。レーティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携1978年に、開業90周年を迎えた箱根登山鉄道は、記念行事の一環として、 1979年6月1日に、スイス政府観光局の協力を得て、レイティッシュ鉄道との姉妹鉄道提携を結んだ。これは、鉄道線の開業時に、スイスのベルギナ鉄道を参考にしたことが、縁になったもので、ゴーラ公園内とゴーラ駅構内には、クリスマスツリーに使用される、ドイツ逃避の記念食事が行われた。 1981年には45年ぶりの新型車両として線形電車が導入され、ベルニナ号と命名された。1982年には姉妹鉄道提携3周年を記念して、レイティッシュ鉄道から買うベルが贈られた。これに対する返礼を箱根登山鉄道からレイティッシュ鉄道に打診すると、日本人観光客が増加しているため日本語の 駅名版という要望があったため、姉妹鉄道提携5周年記念として1984年6月、サンモリッツ、アルプ・グリウム、ティラノの3駅の駅名版が、レーティッシュ鉄道へ送られた。また、1986年には、箱根が、富士箱根伊豆国立公園に指定されてから50周年となるため、記念行事を検討したおり、サンモリッツ観光局が、 プロモーション目的で来日することになったため、姉妹鉄道提携7周年記念として、サンモリッツとの友好の集いが開催された。1989年には、箱根登山鉄道では、初の冷房不電車となる2000型が導入されたが、スイス政府観光局とサンモリッツ観光局の協力を得て、2000型はサンモリッツ号と命名された。 その後も鉄道線を利用する観光客は増加し、1991年には年間輸送辞任が1000万人を超えた。輸送力増強のため、鉄道線の列車を最大3両編成にすることが決定。1993年7月から、鉄道線では3両編成での運行が開始された。また、 ケーブルカーについても1995年に2両編成化が実施された。一方、関連事業のゴーラ国際スケートリンクは利用者の減少により1988年3月に廃止となった。小田急グループ参加での事業再編しかし、その後箱根を訪れる観光客数は1991年の年間2200万人をピークに減少傾向となり、 2003年には、ピーク時と比較して15%ほどの減少となっていた。こうした、上京した、箱根の交通ネットワークの改善に着手し、同時に、高コスト構造の是正を図った。すでに1998年には、沼津地区の路線バスが、沼津箱根登山自動車として分社化されていたが、沼津地区の路線は2002年10月にすべて沼津、 東海バスに譲渡され、沼津東海バスは、沼津登山東海バスと解消された。また、熱海地区の路線は、伊豆東海バスに統合された。残った箱根登山鉄道のバス部門は、沼津箱根登山自動車に、譲渡の上、沼津箱根登山自動車は、箱根登山バスへ、社名変更された。また、貸切バス事業については1996年に一部が、 箱根登山観光バスに移管されていたが、加藤競争によって業績が低迷していたことから、2002年に箱根登山観光バスは事業廃止とした。さらに、2003年8月には、箱根登山鉄道は小田急との株式交換により上場廃止となり、箱根登山鉄道は小田急の完全子会社となった。さらに、同年9月には、 箱根登山鉄道は事業持ち株会社化され、同年10月には箱根登山鉄道の事業部門として新会社を設立、同時にそれまでの箱根登山鉄道は小田急箱根ホールディングスに称号変更した上で純粋持ち株会社となった。鉄道線においては、すでに2000年12月2日より小田原駅と箱根湯本駅の間においては、日中は 小田急の車両のみの運行となっていたが、2006年3月18日からは、同区間の旅客列車をすべて、小田急の車両に置き換えた。また、2002年には、電車とバスに、共通のプリペイドカードとして、登山カードを導入したが、2005年度には、IC カード化の流れで、登山カードの販売は中止された。一方、2003年12月には、小田急グループと、 西部グループが箱根において業務提携をすることが発表された。この提携後、2004年度には一部で異なっていたバス停留所名も箱根登山バスと伊豆箱根バスで統一されたほか、2009年には小田急、箱根登山鉄道、西部鉄道が、スルッと関西協議会と提携して資材の共同購入を開始した。 原油路線路線ズランドサット衛星写真配止路線1913年3月1日に開業した小田原電気鉄道の貸し自動車業と1914年8月15日に開業した富士屋自動車の貸し自動車業を前進とし1932年に両社が合併して富士箱根自動車となるが 戦時中の交通事業統合の流れの中で1921年創業の足柄自動車とともに1944年に箱根登山鉄道に合併し同社の自動車部門となった。2002年10月には小田急グループ内での事業再編に伴い分社化された。ありがとうございます。